また会えて嬉しいナイト。ケンブリッジ警察署で偶然会ってから出世したね。ありがとうヘイレン。そこがまだ無事だといいが。最善は尽くしている。時々人造人間から攻撃を受けたが、今のところ持ちこたえている。補強と空軍の支援のおかげで施設は安全と言ってもいい。あの厄介なフェラルグールはどうなった？ベルチバードがあれば思うがままなんだが、そうはいかない。とにかくおしゃべりしている時間はないようだ。すぐに取り掛かりましょう。爆弾を見つけた際に正確な位置を示せるように装備を準備させた。耳を澄まさないと聞こえない独特の音を発するディストレスパルサーを取り付けた。爆弾を見つけたらパルサーを立てて、あとはこちらでやる。その後はプロクター・イングラムのところへ戻って報告をすること。どうしてこのディストレスパルサーを使うんだ？輝きの海の中に完全な無線基地を見つけられなければ正規の信号を送信することはできない。幸いにもディストレスパルサーの音は終始干渉することがなく、国境近くにいる限り声を聞くことができるでしょう。いい？以前輝きの海を通ってきたと思うけど、忘れずにガイガーカウンターに注意すること。そうしなければ放射能で丸焼きになってしまうでしょう。幸運をナイト。爆弾処理施設だと思う。
返せ。何を探せるかは誰にも分からない。どこに行った？金属を身につけていると普通は見えない。目的を述べよ、よそ者。お前はアトムの神聖な場所に足を踏み入れている。アトムって誰だ？アトムは全てだ。彼は光の使者、グレイトディバイダー。我々全ての中にある無限の世界だ。爆弾を探している。核爆弾を。ここがどんな場所かを理解していないようですね。ここは神聖な場所なんです。シルドレン・オブ・アトムは危機が訪れるその時までこの場所を守ることを誓った。誰も入るべきではない。味方なんだ、信じてくれ。あんたを助けたいんだ。アトムには無信仰者からの助けは必要ない。彼が戻ればこれらの異物が世界中にその言葉と栄光を運ぶだろう。だから彼らは守られているに違いない。この男は明らかに妄想的だ。戦略を変更した方がいい。彼の、栄光を広めたい。いいかい、爆弾が使われるだろう。わかるよな。そんなことは望んでいない。それから多分あなたを誤解していた。これらの異物が使われるのを目にしたらアトムの意思は完了する。これを持っていき、インナーサンクタムに入る準備をしろ。その光の輝きに従え。必ず異物へ導いてくれるだろう。アトムの輝きが魂を温めてくれることを願う。何ですか？
敷地プレスコット132技術部隊ミチダンリービー隊員だ。通信網が全てダウンしており、レーダー上で複数の侵入物を追跡中。演習だとしたら今すぐに確認が必要だ。司令部、兵士たちが不安がっている。一大事だとしたら手遅れにならないうちにみんな家に帰って家族に会いたいと思っている。侵入物がすぐ近くまで来ている。ちょっと待て、侵入物が複数に分裂している。はぁ、なんてことだ。そういうことなのか。神よ、我々の魂に慈悲を。放射能を浴びすぎている。退避せねば。失礼しますが、パラディンダンス。もうこの爆弾を数えて検査して積み込んだらすぐにプリデンに乗って会おう。マーク28のような外観が功を奏している。掘り出し物だったわ。あなたのチームと協力してプライムの爆弾をパックに搭載した後でも安定した状態を保てるようにしましょう。そんなに問題ではないでしょう。うん、ドクターリー、認めなければいけないわね。あなたがいなかったらこれをやり遂げることはできなかったでしょうね。ふん、浮かれ始めるのは少し早いわ、プロクター・イングラム。まだ完全にはリバティプライムのスイッチを入れていない。システムの安定化のためにやってきた全ての研究が実を結ぶことを願うだけよ。本当にこれは安全なのか？もちろんよ。全ての接続、回路は自分でチェックした。プライムは大丈夫よ。プロクター、計器の値は全てグリーンのようね。そろそろパワーシャントを行った方がいいと思う。実際にはあなたにボタンを押してもらおうと思うの。結局あなたの助けがなければまだ分解した部品の山を見つめ続けていたでしょうね。熟練の技術者がその仕事をやった方がいいのでしょうけど、あなたはそれにふさわしいと思う？リバティプライム再起動。分かった。本診断を実行しましょう。診断コマンド承認。少し待って、新しい設定に合わせる必要がある。発生モジュール起動。音声機能テスト初期化。名称リバティプライムマーク2。任務
アラスカ、アンカレッジの解放。主要ターゲット、レッドチャイニーズの侵略者、すべて。すぐにシステム分析と戦闘準備チェックを実行させてほしいの。リバティプライム、完全システム分析。全システム、規定値、武器、準備よし。警告、核兵器の弾薬が不足、装填が必要。警告、パワーコアが停止、外部電力だけで動作中、コアの再起動を推奨。対レッドチャイニーズの戦闘力低下。ここでは全面的にグリーンライトだったわ。私の座っているところからは良さそうに見える。ドクター、ここでその大男を見張っていてくれたら感謝するわ。認めなければいけないわ。それをうまくやり通す自信がなかったけど、リバティプライムはかなり良さそうに見えるわ。パワーコアガンなんだ。プライムは絶好調だけど、原子力エンジンをリスタートする必要があるわ。すぐにプリデュエンのエンジンから脱出させるわ。それが解決したら彼を送り出してインスティチュートの入り口を蹴破るつもりよ。次の任務に向かう前にあなたにあげるものがあるの。このガラクタを自分で思いついたの。パワーアーマーに少しパンチが加わると思うわ。そうなるだろう。うん、それはあなたに対する感謝ね。とにかく話はこの辺にしておいて、プリドゥエンに向かった方がいいわ。エルダー・マクソンはここが終わるとすぐにあなたに話をする必要があると言ったわ。ありがとう、ナイト。あなたがいなければ何もできなかったでしょう。